です。どうもです、三重西彩乃です。イエイ。さあ今日は私がプレゼンします。イエイ。どんな映画ですか？じゃん、 Be with you、 今会いに行きます。これ聞いたことない？今会いに行きます。今会いに行きますは聞いたことある。聞いたことある、ね、聞いたことある。副題になっちゃってるんだけど。あれ、もしかして。そう、実は2004年に竹内優子さんと中村獅童さんが主演で映画化された市川拓司さんのベストセラー小説、はいはい、今会いに行きますの韓国版。あ、でこれね、公開から15日で200万人の観客動員数を突破して、これ韓国映画の歴代最高記録なんだって。これが、これがすごい流行ったのよ、 Be with you。 そう、もう Be with you って言っちゃうから、多分向こうの人はあまり日本のがって感覚はないかもしれないんだけど、ぜひ日本の映画です。これすごい素敵なラブストーリー、泣ける。まあ、あらすじをちょっと説明すると、うん、はいはい、雨の降る日にまた戻ってくるって約束をして、うん、この世を去った妻のスア、はい、これソン・イエジンさんが1年後梅雨が始まった日に、うん、スアがまた現れるの、突然。うわ。でもスアは夫であるウジン、ソ・ジンプさんね、うん、のことも一人息子であるジホのことも覚えてないの。ショック、戻ってきたのに。そうで、彼女がそばにいるっていう事実だけでもう二人は幸せを感じるわけよ、ウジンと息子は。で、スジンはもうウジンとの出会いから結婚に至るまでの馴れ初めっていうのをウジンからも教わってって、うん、で三人で暮らしていくことによってちょっとずつ心を開いていって再び夫に恋をする。あ、でも良いです、ね、梅雨明けの日が迫ってくるとっていう、これはね、暖かくも切ない奇跡のラブストーリーなんですよ。うわー、すごいですね。それはときめきますな。これね、最後の方にちょっとまた大どんでん返しというか、ちょっとね、まずね、この作家さんの言葉、うん、はい、この主人公のモデルは僕自身なんだって。で、ヒロインのモデルは母と奥さん、はい、これどうしてかっていうと、はい、お医者さんから産めばあなたの命は保証できないですよって本当に告げられて、はいはい、お母さんがね、うん、で自分をこの世に受け入れてくれたっていうことと、うん、あと体に不具合を抱えているこの市川さんが奥さんと付き合いは諦めて離れようとしたんだけど、はいはい、彼女の方から会いに来てくれてっていう、その奥さんとお母さんの決意っていうのが、まあ、核になってっていう、でそれが、まあ、真実の強さなんでしょうっていう、この作家さんの言葉なんだけど、これね、すごい素敵なんだけど、はいはい、まあ、特に号泣ポイントっていうのが、号泣ポイント来ました。学芸会のシーンがあって、うん、でステージ上で子どもたちがみんなね、うんうん、こう自分の夢を語っていくわけ、将来の夢を、うんうん、でそれ練習してるんだけど、練習の時は違うことを言うわけよ、うんうん、普通の将来の夢を言うんだけど、その息子のジホが自分の番に来ると本番ではなんか自分を見守る母に向けて練習の時とは全く違う言葉を言うわけ。おー。でこれが、まあ、そのお母さんがもう梅雨明けるといなくなっちゃうっていうのも息子は感じてるわけ、うん、でお父さんが、まあ、さっきね、市川さんがこれ僕自身で、うん、って言ってた、体に不具合があるっていうのは、あまり無理ができないの、無理をすると心臓に負担がかかって死んじゃうっていうのがあって、あ、はい、でまあ当然その映画の中でもそれは描かれてて、うん、で僕の将来の夢はちょっとこれね、思い出すとまた泣きそうになるんだけど、お父さんを守っていきます、うわ、だからお母さん大丈夫だよっていう、すごくすごく感動的で、なんて良い息子。だからこう本番と違うことを言い出すから、みんな最初えってなるし、あのお父さんお母さんたちもはってなるんだけど、それを聞いてみんなはってなるわけ。ここね、すっごく号泣ポイントです。そしてロマンスのポイント、ロマンスポイント、丘の上でのキスシーン。お、丘の上でこう映画をと、なんていうの、路上で映画をやってるのあるじゃん、はいはい、でそれ丘の上からこう盗み見るわけよ、双眼鏡で。せこい。一つの双眼鏡で二人取り合いながらやってるんだけど、あの奥さんがね、ツアーがこう見てる時に、
こうやってキスしようとすんの。これ邪魔じゃない。そうそう邪魔でしょ。だから邪魔だからガーンとかなってなるんだけど、うん、まあちゃんとできるわけ、こういう風になって、これ流行るかなって。怪しいね、うん、流行ってほしいね。双眼鏡キス、双眼鏡キス一回ぶつかるのが肝ですかね。肝ですね、肝ですね。あとね、ほっこりポイントがあって、うん、ほっこりポイント結構ね、この映画は日本版だとシリアス寄りなのね。だけど韓国版だと結構コミカルな感じになってて、笑いとかがあるんだけど、その笑いの担当をしているのが、はい、このケーキ屋さん、はい、コ・ジャングさんなんだけど、はい、俳優さんが、うん、その主人公の親友であり、まあ、ケーキ屋の店主なんだけど、日本版では結構ちょい役なんだけど、こっちではかなり出てて、大きい役になってるんだ。ないかな。なんかね、着ぐるみを着て出てきたりとかして結構笑わせてくれるわけ。着ぐるみ、そうそう。でこの人が、まっすーが自分が、うん、あの梅雨明けたらいなくなっちゃうから、もう息子がこう年を取っていくにつれて、うん、毎年毎年お祝いをケーキをあげてくださいっていう風に頼むの。これはかなり長期間のお願いになるけどって言って、でそれを毎年毎年やって、で息子が大きくなってっていうその過程があって、これがね結構なんか親友のほっこりポイントが。じゃあ子供が大きくなるまで映画はちょっとずつ撮られる、うん、まあ大きくなってからが実はなんかポイントだから、一応大きくなってからもあるんだけど、梅雨の間の話だよねやっぱり。そう、日本版見た人は分かると思うんだけど、梅雨に戻ってきて、で親子の絆をもう一回やり直して、梅雨が明けていなくなりました、でもそこからずっと見守ってるよって、でお父さんのことも息子が見守ってるよっていうのの、その終着点みたいのが息子が大きくなってからっていう風に描かれてて。이번주말에는장마소식이있겠는데요엄마약속꼭지켜엄마오면엄마도오잖아딱한번이라도널다시볼수있다면누구니나도그쪽이좋아서결혼한거맞죠우린고등학교때처음만났고나혼자당신한테반했어혹시연애하세요뭐지수상한분위기너여자생겼지엄마엄마이제가야할시간이된것같아근데이렇게한다고소원안갈까아무걱정하지마우린잘할거야그렇게정해져있어기다려주세요지금만나러갑니다で中村獅童さんは、うん、結構ねその見た感じから、うん、こうなんかこの人割とイケメンな感じじゃない、ちょっとやっぱ違う感じでちょっと内面にこもった感じの役なんだけど、こっちは結構イケメン、うん、イケメンでモテるっていう感じで、モテ設定までプラスされたよ。なんかちょっと日本と比べて見るのも楽しいかなっていう、うん、じゃあ日本版を知ってる人でも全然韓国版の Be With You も楽しめてしまう、うんうん、でポップな感じでも描かれてるし、うん、またなんか違った楽しみがあるかなって。すごい色合いもすごく可愛らしい感じで、うん、キュートな感じだよね、うん、でこれは2019年4月5日から全国順次公開になります、はい、131分の作品。お私上映時間すごい大事、うん、大事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 ですよ、うん、ちょうどいい感じですよ、うん、ちょうどいい感じ。よかったらぜひ見てください、見てください、イエイ。